自殺を止めるゲーム。おはようございまーす。ジラと申しまーす。今回はこちらのフリーゲームをやっていきたいと思います。壮大なオープニングから始まったから俺何も言えなかったんだけど黙っちゃまったよさあ今回はですね、ノベルゲームですが選択肢あります。この子の自殺を止めるゲーム。やっていくうちに、過去とかが分かっていく。で、ハッピーエンドに導いていこうと思います。よろしくお願いします。じゃあスタートでいこうかな。ヒントはまだ早いよね。スタート。あ、ここにセーブとかロードとか、あるんだね。セーブが、あ、こういう感じか。はい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 。で、バック。あ、分かりやすいね。ありがとうありがとう。よし、じゃあ始めますね。時刻は、幽霊さえ眠っていそうな深夜2時を過ぎた頃。世界は、静寂に沈んでいても見下ろす街には、星々の海のように明かりが輝いている。命が存在することを許さないような、暗闇に抗うように、光は存在を主張していた。強い風が、顔を殴りつけてくる。その風を手で遮りながらビルの屋上に出る。誰もいないだろうと思っていたのが、そこにはうつろな目をした一人の先客がいた。綺麗な女の子だった。同い年ぐらいだろうか。ぼんやりとした表情でビルの下を眺めている。それ自体は問題はない。問題は、彼女が柵を越えた先に立っているということだろう。もう立ってる！先客が先に、柵越えた先に立ってんの？危ないよ！危ないよ！危ないよ！危ないよって言ってどうすんのかって話だけど。あと一歩、足を踏み出せば、空に投げ出されるうちに彼女は立ち尽くしている。表情は乏しく目に光はない。今すぐにでもその身を、空中に投げ出してしまいそうだった。声をかけます。まさかの今、危な、びっくりした。そんなのにいると、危ないよ。そうだよ、危ないよ。僕が彼女に声をかけると、彼女はゆっくりとこちらを振り返った。って言ってます。え？喋るの？うつろな顔のまま、どこを見ているかわからない瞳をこちらに向けている。いや、とにかく、そんな子にいたら危ないからこっちに来た方がいいと思う。うん。危ないことをしようとしているので気にしないでください。私はこれから死ぬので。声の抑揚もないんだね。目もあれだし、声に抑揚もない。フルボイスなんだ。淡々とした言葉。確かに、それは日本語で言っていて意味はわかるのに、全く実感が感じられない言葉だった。そうだね。棒読みというか、なんか感情がないというか。やばい。え、なんだこの選択肢。これね。これは、真に打つく問題ですね。自殺しようとしてる人に、いきなり自殺なんてやめないよって言っても、意味ないんですよ。それは、ちょっと僕も知ってる。なんかあったのって、まずはね、話を聞くところからだと思うんですよね。なんかあったの？もう、生きるのが嫌になったんです。疲れ果てたんです。疲れるよね、生きるのって。生きるだけでさ、いろんなもの取られない、お金とかさ稼いぐじゃん。生きるために仕事すんじゃん。でもそのお金ってさ、おいら方に取られるわけじゃん、年金とか保険とかで。だからさ、そう考えるとさ、なんか
無気力になるよね。わかる。なんか嫌なことでもあったの？嫌なことしかないですね。生きていればいいこともあるなんてよく言いますけど。そうだね、よく言いますけど、ないよね。よく、いいこともあるとは言うけどさ、今俺は、今がさ、ないやんっていう話やもんな。生きてればいつかいいことあるよとかさ、無責任なやついる、言うじゃん。うん。言うけどさ、まあ、今俺はそれが欲しいのって思うよね。いいことよりも、悪いことの方が圧倒的に多いんです。確かに。それはその通りだわ。俺も小学校の頃ね、12年間いじめられとったから、12年間じゃねえ。9年間だ。俺、小学留年してんじゃねえか。もう、死んで消えてなくなってしまいたい。ええー、生きたいのに生きられない人だっている。自殺は地獄に落ちるよ。じゃあ死ねばって。なんで突き放すのこの人急に。なんかあったのって聞いた後にさ、じゃあ死ねばとかさ、どんな突き放し方よ。え？俺どれも正直納得できないんだけど、この選択肢。俺正直ぶっちゃけ言うとね、今この選択肢ね、誰もね、何もね、納得できない。地獄に落ちるようだったら別にいいですよ、別にそれでっていう。これもさ、いいですよ、別にそれでじゃん。これもね、納得いかんないけどな、俺。生きたいのに生きられない人だっている。いや別にさ、死ねない人だっているってことになるんだよ。俺の曲がった、ね、俺の曲がった思想だと。確かに、そういう人だっているよ。生きたいのにさ、まあ、生きることが目的なのにさ、例えば何か重い何かを背負ってさ、それでもさ、なお生きなければいけないみたいなさ、どんな生きるの辛いよって人もいるけどさ、逆を言えばさ、死にたいけど死ねない人っているんだよね。え、これ難しいんだけど、これだってテンプレすぎるもん。まあ、俺はこれを押すか。正直どうかと思うけど、俺も。死にたいのに、死ねない。同じこと言って、同じこと言ったよ。同じこと言ったよ、ほら。私は自分で簡単に死ぬことだってできない。え？自分で簡単に死ぬことができない？どういうこと？不死ってこと？私はいつだって監視されているから。今がチャンスなんです。死ぬことを許されないってこと？監視？近い。子供の頃に両親が死んでいるんです。子供がたった一人で生きていけるはずがないですから、親戚の家に預けられることになりました。あ、でも事情説明してくれるんだ。親戚の人たちはとある理由で私を引き取りたがりませんでした。たらい回しにされて、最終的に私は一人の男に引き取られました。とある理由が気になるね。そうなると、この男がろくな男じゃなかったんです。あーね、たらい回しにされて最終的に行き着く先はみたいなさ、そういうことか。働かざる者食うべからず、その言葉を私にも言ってきました。この子何歳なんだろう。小学校を卒業したばかりの私に。無理だろう。その男無理言ってるよ。学生の本部は勉強なんだからさ、よほど難しくない限りさ、中学の子供の頃から働くなんてさ、できないんだよ。当然、中学生の私にほとんど働き口なんてありませんでした。新聞配達程度のバイトならできましたが、男が支払いを求めてきた金額はとてもそんなバイトで賄える金額ではなかったのです。いや、そりゃよくできたな、よく採用されたなとは思うけど、え、でもそれ見てさ、新聞配達でさの人見てさ、なんか思わなかったのかな、周りも。お金を払わないと
男は私に食事も水も与えませんでした。空腹に耐えながら日々を過ごしていると、今度は体力がなくなってきて、新聞配達のバイトが体についてこなくなってきました。新聞配達結構体力いるからね。だって食事も水も与えなかったらさ、無理じゃん。辛いよそりゃ。働けなくなった私はバイトもクビになり、本当に少しのお金も払えなくなりました。いや、バイト先よ、バイト先が問題だろそれは。それはバイト先がなんか気づくべきじゃねえか。全身を震わせながら土下座をする私に、男は下びた笑いを浮かべて言いました。お金がないなら物を売ればいいと。私は首をかしげるしかありませんでした。ねえ、下品な笑いって何？物を売ればいいって。まさかさ、その体とか、そういう系が？だって、私は売れるものなんて何も持っていなかったから。でも、男は私に言いました。やっぱり！うわぁ！お前自身が商品だって。うわぁ、嫌だわ、そういうの。まあ、要するに、体を売るってことだよね。よくある話だけどさ。私が私を売ることを承諾したその日から、男は私にしっかりとした食事を与え、服や化粧品も買い与えてくれました。でもそれって誰に売ってるのって話だったら、その男には売ってるんだよね多分。確かに今の服とかね、あのクパッと見かわいいもんな。私が男受けするように、買い手がつくように。そうだね。多分そういうことなんだろうなとは思うよ。深いことは言わないけど。それから私は私を売ってお金を稼ぐようになりました。今で言うと、パパ活というんでしょうか。援助交際ですね。そうだね。可愛い女の子と、男の人がご飯を食べたりとか、まあ、お出かけしたりとかして、お金をもらう。それをパパ活って言うんだけど、でもさ、それしても、満たされないでしょ、何も。しかもパパ活の相手もさ、もう気づいてあげろよな、誰か。幸い、私に声をかけてくるような人たちはまだ、良心的な人たちでした。よかった、それはそれでよかったね。中学生を買おうっていう時点で、両親まあ、まあそうだね。あ、そうっすね。そうですね。その通りだと思います。そうだ、そうだと思います。彼女は自嘲的に笑う。それでも私には優しかった。たとえ、狂った優しさだったとしても。まあ、そうか。男からすればね。まあ、優しくはなるよ。されたこともしたこともないけどさ、自分は。私は男の人と食事をしたり、体を重ねてお金をもらう日々をずっと繰り返していました。それしか私には生きる術がなかったから、たとえそこが地獄だったとしても。うわー、まあそうなる、それしかないわな。そう、実際小学とか中学とか当たり前のように言ってるけど、実際お金がいるからね。生々しい話だけど、だから学校行くこともできない少女はどうするかって言ったら、もうそうするしかお金をもらうことはできないんだよね。でたらい回しにされて、だからそのとある事情は何かわかんないけど、悲惨だわな。私のことを最初から買ってくれて、今でも買い続けている人は3人います、彼らは今でも私に会うたびに数十万というお金を払い続けています。そうか、お金自体はもらえるんだね。でもさ、お金をもらっていて、多分衣食住はできると思うけど、多分男、その初めのさ下品な男に全部取られちゃってんだろうな、この感じだと。そのお金が私の親戚の男にほとんど全て持っていかれていると知りながら。そうなんだよな、それが問題だわな。だから自由にできるお金がない。
何をするにもお金が必要ってよく言うじゃん。本当にその通りだと思う。彼女は暗い目をしながら淡々と語り続ける。まるで人ごとのように。わかる、人ごとになっちゃうよね、なんか。なんかさ、自分もよく言われたことあるんだわ、そういうの。なんか人ごとみたいに言うよねって言われる言われる。親戚のとこから逃げちゃおうよ、そう簡単にはいかないでしょ。彼女に向かって言う。しかし彼女は無表情に首を左右に振るだけだ。あの男はいわゆる暴力団と強いつながりを持っているんです。逃げることなんてできません。逃げたところで捕まり、さらにひどい目に遭うだけです。逆にでも暴力団の娘としてさ、なんかちょっとうまいことしてもらえないもんかね、その暴力団の人に。てか誰かは差し伸べてほしいよね。手、私はかなりの高額で売りに出されているそうですよ。私にはよくわかりませんが、でも男が私の商品価値を高く見積もっている以上、逃げられないようにしているのは間違いないのです。そう、商品価値っていうのが嫌だな。てかさ、初めに両親とか言ってたじゃん。その未来を予測してなかったのかって話だよな。最近は物騒な事件が増えてきたという理由で、私のボディーガードとして体の大きな男を私の付き人にしました。ほう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 、はい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 。彼はボディーガードと言いながら、私が逃げないようにずっと見張っているのです。ああ、そういうことか。見張り役兼、まあ、ボディーガードか。突然周囲を見渡す。それらしき男の姿は見えなかった。30分ほど前、ボディーガードが運転する車に乗せられて移動している途中、男が事故を起こしたんです。あ、事故を起こしたんだ。それで無事だったんだ。事故の衝撃で男は意識を失っていました。だから私は逃げてきたんです、死ぬために。保護されるとかそういう未来は予測せずに死ぬために来たんだ。今逃げられてるのはこのまま逃げてしまう。今、それこそが今がチャンスじゃないか。僕の言葉に再度彼女は首を振る。私を買ってくれている人たち、あの人たちは悪い人じゃないんです。良い人でもないですけど、それでも私は見捨てることはできない。どういうこと？どういうこと？彼らは金づるとして暴力団に目をつけられている。ああ、まあ確かにそっか。私がいるうちは私が回収する分だけで満足しているでしょう。そうか、乗客としても扱われてんのか。だから自分が死んだ方が都合がいいと思ってんだ。でも私が逃げ出せば、きっと彼らの財産はあの男たちに食いつぶされる。私がこれからも稼ぐはずだったお金を回収するために。そして私が見つかるまでずっと彼らを追い込み続ける。そっか、優しいんだねこの子。この子優しいね。そういうところも考えてくれてるんだね。でも彼らの生活も壊されるでしょう。私が生きている限り、それを見捨てられるほど私は薄情ではないのです。優しいねそれ。だいたい初めは自分のことしかさ、考えつかないやろうし、特に自殺する人なんて特に本当にさ、何も他のことなんて考えられないと思うんだけど、それを考えることができるんだね。でもそれだけでもすごいよ。それでも死ぬなんてダメだ。他に方法があるはず。この主人公は何なんだ。他というのは、なんやこれは。死ぬ気になれば何でもできる。死ぬ気なんや言うとりやないかって話じゃないよ。なんなんこの選択肢。死ぬ気になれば何でもできるよとかさ。死ぬ気や言うとりやんっていう話やんな。
僕と逃げよう。必死になって叫んでいた。どうしてそこまで気持ちが焦るのか、自分自身でもわからない。ただ、この子をこのまま死なせるわけにはいかない。そんな焦燥感が、夜の月を覆う雲のように、僕の心に立ち込めていた。逃げられると思いますか？まあ、難しいとは思うよ。難しいとは思うけど、この主人公の選択肢からするとさ、それしかないんじゃないかって思っちゃうな。でも、ドラマチック、ロマンティックな展開ではあるよ。ロマンチストだから。逃げられるさ。君が僕の手を取ってくれるならロマンチストやな、この主人公。ああ、この主人公ロマンチストやと思うわ、多分。僕は彼女に向かって手を伸ばす。彼女は数十秒間になっちゃった。数十秒間。なんて読むのこれ。そして、え？柵を乗り越え僕に手を伸ばした。おお。僕は彼女の手を強く握ると、彼女の手を引いて、ビルの屋上を飛び出した。ちょっと笑顔になってる。彼女の手を掴んで階段を駆け下りる。振り返ることもせず、ただ一心不乱に足を動かし続ける。振り返れば、追いつかれる気がした。何いいかわからない。ただ、追いつかれてはいけないという焦燥感のみがあった。手に感じるそのぬくもりだけは取り壊さないように、しっかりと握りしめて、降りる。降りる。降りる。永遠、永劫続くように感じた階段も、現実にはそんなこともなく、出口が見えてきた。外だ。逃げよう。彼女と二人で。どこに行けるかわからない。それでも、世界は目の前に広がっているんだから。うわ！冗談みたいに軽い音が耳に響いて、僕は地面に倒れていた。どうして？え？朦朧とする意識の中で繋いだ手の先を見る。彼女も血を流して倒れ伏していた。気がつくと、彼女の名前を呼んでいた。知らないはずの彼女の名前を。ごめんなさい。彼女はそれだけつぶやくと、目を閉じて動かなくなった。叫ぶ。叫ぼうとして、口が開けないことに気がついた。痛みすら感じない。ただ、彼女の手のぬくもりが、僕に残された最後の感覚だった。温かい感覚を感じながら、僕の意識は闇に沈んでいった。ゲームオーバー？マジかー！これじゃダメなんだ。というわけで、まあ、終わりはしないですけど、これの、トゥルーエンド？真のエンディングだね。まあ、ハッピーエンドじゃないかもしれない。その真のエンディング、探していきたいと思います。頑張ろう！